ナノ機能予測研究分野は、コンピューターを用いた量子力学に基づく計算機シミュレーションを行い、新機能を持った材料物質を予測、デザインし、実験をリードすることを目標としています。物質の性質は電子によって決まります。これはマグネタイトの電子軌道をナノメートルのサイズで示したものです。遠くから見ると、 この複雑なパターンが周期的に並び結晶を形作っていることがわかります。このように高精度の物理シミュレーションによってミクロな電子の世界がまるで手に取るようにわかります。そしてまた、磁性、有電性、構造安定性などのマクロな物性について情報を得ることができます。高精度なシミュレーションを行うために 我々は第一原理計算と呼ばれる計算手法を用います。これは量子力学の基本原理に即した方法です。経験的なパラメーターを用いないことで、信頼性の高い物性予測を行うことができます。現在、物性物理学のホットトピックである、マルチフェロイック物質、ラッシュバ効果、 トポロジカル絶縁体という新現象や新概念への展開を目指した研究を行っています。実験家と協力して、物理実験で得られた情報からシミュレーションを行い、物理現象の理解を深め、次に新しい物質を予測し、提案するというプロセスで、新物質開発を目指します。